それ言ったら先輩になるよ。ピーマン体操でオリコン1位取って音楽番組出まくってた人だし。ピーマン体操始まるよ。みんなも踊ればピーターパン。ちょっと歌ってみてよ。絶対いや、自分が歌下手なのくらい分かってる。カラオケの点数で高い方がセンターでどう。よしきた。先輩も行くよね。私はパス。カラオケでも何でも二人でセンター決めて。よくその点数で勝負に乗ってきたね。そっちだって下手馬の部類じゃん。先輩のピーマン体操でも歌おっか。聞いてみる？うん。これで下手っていうの、自分に厳しすぎない？